そして関東委員会となりました牧志久さんと申します。よろしくお願いいたします。今日も負けば寒いね。まあこの寒さを一気に吹き飛ばす、この皆さん、この皆さん踊り子、周りにあるなふるさと祭りといえば楽しめたたきさっきのおやつといえばカツオのたたき。これだけ取る、カツオのたたきはこれだけ好きな、はい、この一本釣りというこの作品を見ていただきます。それでは牧志丸出航じゃ。
です。ありがとうございました。徳島村の皆さんによりませんをお楽しみいただきました。